ハミル、少しは私との時間を作れ。元気そうじゃねえの。てめえ、どの面下げて。なんだ、まだ根に持ってるのか。小さい男だな。小さくて大いに結構。さ、本の代金を支払ってもらおうか。有金出せ。さもないとこいつがどうなっても知らないぜ。おいおい、それ俺の大事な杖だぜ。手荒に扱うなって。この杖、叩き売ろうと思ったがよ、二足三文の値しかつかねえんだ。ほんと、叩き折って薪に使うしかねえな。よく乾いてるし、いい感じに燃えるだろう。待て待て待て、やはりブライの賢者ディオギネスの末裔だな。やることがむちゃくちゃすぎるじゃねえの。それだよそれ。なんで俺の本名を知ってんだよ。ディオギネスが先祖の賢者の名前だってさ。そりゃお前さん、見通したからに決まってんじゃねえの。魔術師だぜ俺は。くっそ、怪しいやつめ。どうせバルカ島の連中にでも聞いたんだろ。そういうことでもいいぜ。ブライの賢者は東方じゃ有名だしな。俺も手本にした一人だ。そうなのか。なんだ、怪しいがそれなりに物知りみたいだな。な、教えてくれないか。いいぜ、悩める少年。俺もブライの賢者になりたいんだ。できれば歌って踊ってモテモテなブライの賢者になりたいんだ。どうやったらなれる。また出直してくるわ。おい、相談に乗れよ。くそ、また逃げられたか。戦おうぜ。本日は朗報があります。イスパニアは帝国に対して今まで孤立無援の戦いを続けてきました。ですがこの度、ある都市より同盟の申し出がありました。すげえ、俺たちに味方してくれる都市ってどこだ。海を越えた我らが本国、カルトハダシです。おお、本国がついに動いたのか。カルトハダシか、名は知っている。バールの女神にとっても馴染み深い都市だ。古巣のよしみってことですね。太古の昔、タルテトスに植民したカナン人は皆カルトハダシの出身でしたものね。うちの記憶だとカルトハダシュって海の向こうの商業都市だけど、ヒスパニアってカルトハダシの連中が作ったのか。そうだよ、カルトハダシを出航した移民たちがヒスパニアを建国したんだ。大昔の話だけどね。だからカルトハダシは僕たちにとって本国、母親のようなものなんだ。まあ、ことなかれ主義の母親ですが。どういうことだ。皆さんの期待に水を差すようで申し訳ないですが、今回の同盟はあくまでも極秘の支援を約束するというものです。表沙汰にはできませんし、我らが帝国に敗れた際には同盟自体がなかったことにされるでしょう。なんだその条件は。貸し抜けたもんで本国が消えてあきれるわ。
確か連中はハッシュドゥルバル様とも同じような同盟をしていたと聞いておる。まことならあまり信用はできぬな。そこまで言われてしまいますとちょっと不安になってきましたね。お付き合いしない方がいいんでしょうか。今回同盟を申し出てくださったのはカルトハダシの総督ハンノ様です。彼はバルカ家と同じくらい古い名門貴族の出ですし、バルカ家とは隕石関係もありますから親戚筋に当たります。個人的にはある程度までは信頼できると思いますが、少なくとも我らが勝ち続けている限りは。名門貴族だろうと風見鶏には変わりない。大丈夫なのか？帝国に脅されたらいきなり裏切るんじゃないか？まあ確かに今一つ腹が読めないのも事実です。あちらの家はどちらかといえば商売上手で、もともと交渉や政治に長けた一族ですからね。そうだ、部門の家であったバルカ家とはあまりにも対照的すぎる。ですがハンノ様はハッシュドゥルバル様とはご学友の間柄でしたからね。アミル君にも良い印象を持っていると思いますよ。学友だと？同盟まで結んだ友を見殺しにしたのであればとんだ腰抜けではないか。モノマ君、腰抜けであったという意味ではかつての我らも同じことです。それは、まあ、そうであったな。確かに言い過ぎた。だがここは慎重に動かねば。ここでグダグダ言っていても仕方ないであろう。よくわからないのなら直接会いに行けばよいではないか。そうだね、一度ハンノとは話したいと思ってた。同盟は僕たちにとってはありがたい話だけど、彼らにとっては危険なだけでさほどいい話とは思えない。それでも同盟を望むということは何か切実な理由があるのかもな。カルトハダシに行けばそのあたりの事情もわかるだろう。というわけで急ぎ船を用意してくれるかな。帝国の商船が一隻あれば十分だ。正気ですか？神聖帝国が巨大な化け物を放ってきたせいで海上の通商路はほとんど機能していないのですよ。あまりにも危険すぎる。制海権は常に帝国にあるのをお忘れか？忘れてはいないよ。カルトハダシは海を越えた対岸にあって、ここからは随分離れてるけど比較的安全な航路はあると思うんだ。はて、そんな航路か？どうやっても襲われることを回避できそうにはありませんが。カルトハダシは何度も言うように遥か海の向こうだ。どこかで大海原を横断しなきゃならない。その通りです。そして大海原で襲われれば皆海の喪窟となって消え去るのみ。あまりにも危険です。分かってる。だから大海原を横断するのは最短距離にする。遠回りでもまだ安全な航路を選択するんだ。具体的にはどうするのです？かつての移民船団の航路を逆に行けばいい。なるほど、できるだけ海岸沿いに航行するということですか？その通り。タルテトスを南下すると狭い海峡がある。カルトハダシのある対岸と最も距離が近くなる場所だ。まずここから対岸へと船を進める。対岸へ渡った後は船をできるだけ海岸沿いに近づけてひたすら東へと進んでいく。
何事もなければそれでカルト裸足まで着くはずだ。何事かあった場合はどうすんだよ。ま、帝国艦隊に捕まったら確実に船は沈められるだろうね。おい、全然安全じゃねえだろ。すべこべ言わず岸まで泳げ。大海原の真ん中で沈められるよりはなんとかなるということだな。率直に言えばね。なるほど、沈められることさえも織り込み済みにするわけですか。アミル様らしい。できれば何事もなく到着したいけど、モノマクはどう思う？異論はありません。古来より危険な船旅をする場合、海岸沿いを行くのが手堅いとされておりますからな。対岸は辺境の海岸です。帝国の町もほとんどなく、砂漠が続いているだ。思っている以上には成功する可能性は高いでしょう。ならば決まりだ。船の都合がつき次第出発するぞ。はは、仰せのままに。海がこれほど広いとは。せいぜい湖が少し大きくなったものと思っていたが、タルテトスの湖何個分なんだろうな。タルテトスなんて海の大きさに比べたらちっぽけなものですよ。潮風や寄せては返す波がこれほど心地よいものだとは。いつまでも旅を続けていたい気分だ。タルトは本当地上が大好きだね。いや、今は海上と言うべきかな。このような美しいものを間近に見て好きにならぬはずがあるまい。海のこと嫌いじゃねえが、これ以上揺れるのは勘弁だぜ。同じく、うちも肩一面が懐かしい。二人とも、お水持ってきたよ。しばらく横になった方がいいよ。船酔いか、軟弱者め。そう言わずに。エネアデス、あとどれくらいで着くかな。明日には到着できるかと。予想以上に順調です。よし、明日までの我慢だな。その息だディオン。エネアデス、少し話がある。どうしました？お前は船旅が順調だと言っているが、あながちそうとも言えない。昨日の夜、岸の方からのろしのような光を見た。私も確認しました。現地住人の焚き火であれば良いのですが。知っておったか。言ったところで騒ぎを大きくするだけだと思い黙っていたが。賢明な判断です。どのみち我々には進むしか選択肢はありません。それであなたはあの光を何だと考えているんです？対岸はほぼ無人の砂漠だ。現地の住人とは考えにくい。おそらくは
帝国軍の石膏だろう。すでに発見されたのかもしれん。わざわざ砂漠にまで石膏を置いてカルトハダシュ行きの船を監視しているということですか。つまりヒスパニアとカルトハダシュの接近をすでに察知している勢力ということですね。そうなんだ。現時点でそこまで先を読める敵というのはおそらく、いやいや、できれば会いたくないものですが。おや、曇り出しましたね。嵐が来るのか。それも面白そうだ。冗談じゃねえぜ。腹の中のもんが全部出ちまう。まだ揺れるのか。くそ、泳いで辺境まで帰ってやる。アルティお姉ちゃん、自分を大切にしなきゃダメだよ。本格的なしけになりますか。さっきまであんなに晴れてたのに、何か妙だな。まるで魔法を使ったような。魔法？まさか。いや、不可能ではない。モノマク、皆の者、今すぐ戦闘態勢を取れ。おそらくこの嵐は帝国軍の。何が起こった？なんだあれ、化け物だ。クラーケンです。船尾に取り憑かれましたか。これでは先に進むことは不可能。くそー、船を揺らす化け物は今すぐちょん切ってやる。よし、私も加勢しよう。カリスもお手伝いするよ。待て、皆の者、乱れに持ち場を動くな。おそらくすぐに本体が来る。我らにとどめを刺すために。何だと。またクラーケンかよ。いや違うよ、帝国のガレー船だ。なるほど、そういうことか。私にもようやく誰の企みか分かったぞ。あら、皆さんお揃いで何よりね。てっきり船尾にいると思ったのに、どうして持ち場を離れてないの？イゼベル、やはり貴様の企みか。できれば会いたくなかったのですがね。本当ならクラーケン退治に熱中してるあなたたちを後ろからバッサリやるつもりだったのに、残念だわ。老いたりとはいえ、貴様ごときに騙されるものだ。相変わらず汚い手を使うやつ。ちょっと見え見えだったかしら。まあ、かつての教官や同僚相手には通じないか。じゃあいいわ、レリウス。はっ。正面から潰すわよ。こういう力押しは得意でしょ。了解しました。反逆者どもを正面より抹殺します。
全てを覆し取り戻すために。生見ろ。守りたまえ。カリスの出番だね。戦いの中で学ぶことも多いしね。
メだ。
まだ若い者には負けぬ。まだ悪あがきをするか。往生際の悪い奴らめ、我々の手にかかった方が楽に死ねるというのに。頑張るじゃない。あっさり降参するかと思ったけど、私たちに負けるのがそんなに嫌なのかしら。黙れイゼベル、貴様だけは絶対に殺す。あーらハミルちゃん、そんなに怖い顔してどうしたのかしら。昔はとっても可愛らしい坊やだったのに。貴様、よせハミル、熱くなるな。奴の思うツボだぞ。ハミルが怖いから帰ろうかしら。レリウス、ガレー船に引き上げるわよ。了解しました。皆の者、撤収するぞ。ああ、待て、イゼベル、逃げるのか。ハミル様、落ち着かれよ。今はこの時を最大限に生かさねば。船は間もなく。分かってる。クソ、イゼベルめ、どこまでもバカにしやがって。じゃあね、ハミル、命があったらまた会いましょう。帝国兵が本当に引き上げただと？俺たち助かったってことか？なんだ腰抜けめ、勝負を投げ出して帰っていくとは。そうではない。引き上げたのはこの船が間もなく沈むからだ。なんだって？戦闘が長引いたせいで帝国もクラーケンをこれ以上制御できなくなったのでしょう。我らも急ぎ脱出の準備を。あの怪物が暴れ出せばこの船はあっという間にバラバラになります。暴れ出しましたね。こうなればもう誰にも止めることはできません。急げ、樽でも木切れでもいい、水に浮くものに捕まれ。すぐに船が沈むぞ。諦めないで海岸までたどり着くんだ。みんな絶対に生き延びろ。さあ、奴を殺すまで死んでたまるか。なんてこった、
階段はどっちだ。チキショウ、なーみ、いくらひどくても船酔いよりマシだ。なんとかなるって。カリス、怖いか？うん、怖くないよ。だって女神様がついてるもの。その息だ。女神様のご利益できっと大丈夫だからな。船が沈むぞ、皆衝撃に備えよう。マジかよ、死んじまう。ガありました。ハミル様、私の負けです。とても叶いません。逆転する手はあったのに、降参するのは早すぎだよ。父様ならまだ頑張れるって言ったと思うよ。無能な士官見習いで申し訳ありません。しかしハミル様は本当に頭上演習がお好きですね。頭上演習なあ、この戦争ごっこのこと。地図と駒があれば一人でもずっと遊んでられるからね。一人でも？そういえばここ最近お父様はずっと帝都でしたね。元老院議員との会談が何週間も続いていますから。ひょっとして今までずっと一人で遊んでらしたのですか？うん、そうだよ。よろしければもう少しお付き合いしましょう。本当？嬉しいな。この遊び一人でやってても面白いんだけど、よりすごく悲しい気持ちになるんだ。多分それは寂しいって気持ちなのだと思いますよ。寂しい？今は感じる必要のないものです。先ほど私に逆転する手があったとおっしゃいましたが、本当ですか？うん、本当だよ。すごく簡単なことさ。誰もが来ないって場所から攻めるんだ。海が怪物で渡れないなら砂漠沿いの海岸を進めばいい。誰にも見られないよ。それでもダメなら険しい山を越えて攻め入ればいい。なるほど。諦めずに考えればいかようにも道はあるということですか。でも種明かししたら君にはもう通じないかな。もっと他の作戦を考えないと。確かにハミル様はエシュモ様の再来のようですね。エシュモ？父様も同じようなこと言ってた。誰なの？歴代のバルカ家で最も強かった王の名前ですよ。気がつきましたか？何か幸せな夢を見ていた気がする。あれは誰だったろう。僕はまだ小さな子供で誰かと楽しく遊んでるんだ。あなたの中に眠っている良き記憶ですよ。ほんの少しだけ
取り返すことができました。楽しんでいただけたのなら幸いです。まああなたが見せてくださったのですか。ありがとうございます、女神タニトよ。見せたというより、あなたの心を癒したというべきでしょうか。はあ、確かにそうだ。ほんの少し前まで憎しみで満ちていた心が、今はとても穏やかです。いいですか、憎しみの向こうに全ての真実があります。どうかそれを忘れぬよう、憎しみに飲まれてはいけませんよ。起きろ、ハミル。起きるのだ。ハミルお兄ちゃん、しっかりして。なぜ起きぬ。先ほど女神の治癒は施したのに。少し水を飲んでしまってるようですね。まあ大したことはありませんが、きちんと処置しないと命に関わる場合も。え？なんだ、怪我じゃなくて溺れただけか。鍛え方が足りないな。あら、地面に足がついたせいか、すっかり元気になりましたね。船の上でのことはすっぱり忘れてくれ。そうとも、細けいことはいいんだよ。硬い地面さえありゃこっちのもんよ。それより、今はハミルのことだろ。やっぱこういう時はあれだな。水を飲んでるってことなら、力ずくで水を吐き出させてから、あとはブチューっとだな。そうですわね。強制的に呼吸をさせませんとね。わかった、とにかく水を吐き出させるんだな。じゃあやるぞ、この拳に全力を込めて。でおお、いい拳持ってるな。今の音やばすぎるだろ。その全力すぎる拳はダメだって。タルト、もう少し抑え気味でいいんですよ。うるさいうるさい、ハミル、早く水を吐き出せ。目を覚ませ。さもないと起きるまで殴る。ダメだ、錯乱してる。俺だけじゃ無理だ、お前らも抑えろ。カリカリすんなって。タルト、焦らずとも、彼は軽く水を飲んでるだけです。適切に処置すれば大丈夫ですから。タルト様、落ち着いてね。なでなでするから。うるさい、離せ。ハミルがこのままだと。お、ハミルが水吐いてる。割といいとこに当たったみたいだな。ハミル、大丈夫だったか。思いっきり殴ってしまったが。さっきの一撃は効いたね。でもおかげで水を吐き出すきっかけになったよ。ありがとう。心配させおって本当生きててよかった。
余計なこと言ってすまんハミル。もうちょっとで女神様がお前をフルボッコにするところだった。申し訳ありません、危うく延命させてしまうところでした。もう目が覚めたから大丈夫。それよりタルト、ここに谷とは来てなかった。さっきまで会ってたような気がするんだけど。タニトだと？ああ、そうだな。さっきまでいたかもしれぬ。いや待て、さっきまでハミルに治癒魔法をかけてたのはタルトじゃなかったか？その前のことだ。ややこしくなるからお前は黙っておれ。君の姉上は本当優しい人だ。何かとても癒された気がするよ。久しぶりに安らかな気持ちになれた。ああ、それで呼びかけても起きないくらい深く眠っていたのか。本当彼女こそカナンビドの理想の女神にふさわしい。高貴で威厳に満ちた容姿、全てを見透かしているようなあの眼差し、まさに偉大な女神そのものだね。お前は本当にタニトが好みなんだな。やっぱりあやつは容姿端麗で物腰も柔らかく何でもできる女だからか。そうだね、彼女は僕にとって憧れの存在だよ。どうしたの？急に黙り込んで。悔しいが何一つ及ばぬ。ガサツな女神で悪かったな。タルト？あっちゃー、鬼だなお前。でも話を聞いた限りじゃタニトの方が断然いい女だよな。いやー、なかなか面白くなってきましたけど、ハミルが大人の女性が好みだというのは初耳ですね。正直私にとってもタニトは強敵ですからね。ハミルお兄ちゃん、せめて10年待って。おや、タルト様、いかがされた？お目のあたりが赤いですぞ。ちょっとハミルと気持ちがすれ違っているような気がしてな。ハミル様は優しいお方だが、決して軟弱ではない。むしろその心は誰よりも強く、一途なお方だ。アシュタルト女神への思いは決して揺るがぬでしょう。そうかもしれぬ。だとしたら、かの者の憧れに何一つ答えてやれぬ自分が腹立たしい。あやつの望むような女神になって多くの民を救いたいのに、今は何も与えてやれぬ。そのお優しい気持ちだけで十分です。カナンビとは素晴らしい女神を持ったと、我らは誇らしい気持ちで満たされるでしょう。そう言ってもらえると少し嬉しい。モノマ君。おや、タルト様もおいでになられていましたか。いやー、カラカラに干からびましたよ。砂漠の暑さを舐めてましたね。偵察ご苦労だった。私のいない間に何か変わった言葉？こちらは何も。してどうだった？ようやくこの辺りの様子が分かりましたよ。町や村の類はあったか？何もありません。見渡す限りの砂漠ですね。
もう少し奥に行けばオアシスが見つかると思うのですが。海岸にいても真水が手に入らん。ならば奥に行くしかないな。ですが、それにも問題が。とにかく皆に見てもらいたいものがあります。行こう。女神はバルカと共にある。砂漠の日差しは半端ねえぜ。ここまで来ただけで汗が止まらねえよ。軟弱なところだけはぶれませんね。なんだこれは。ずっと砂が滑り落ちていくぞ。砂時計みたい。砂漠に穴が開いてるってことかな。流砂の一種かと思うのですが、正体は不明です。この辺りの砂漠にはいっぱいありまして、かなり危険だと思われます。しかし何度も言うが、海岸では真水が手に入らぬ。正直どれほど危険なのか私にも想像がつかないのですよ。それが分からぬ以上、安易に動くべきではないと思うのですが。なら試してみればいい。ディオンもそう思うだろう。おおよ、たかが砂ごときでオタオタしてたら男が廃るってもんよ。よく言った。じゃあ男になってこい。それてめえ、やめろ。大砂、大砂って。ああ、助けてくれ。って、あれ、特に変わったことないか。あはは、なんだ、ただの砂の穴ぼこじゃないか。全然大したことな。いやー、なんだよあれ。でっけえサソリじゃねえか。やべえ、逃げそう。つうか動けねえ。おい、助けろ。引き上げてくれ。頼むよ。あっちゃー。ディオン、運がなかったな。元はといえばてめえのせいだろ。男なら戦って死ぬのが本望ってもんだろ。何、手伝ってやるから焦るな。要はあれを倒せばいいだけだ。リオン君の尊い犠牲ではっきりと分かりました。この辺りにはサソリの巣だというわけですか。あの小僧も最後は役に立ったな。サソリ退治か。なかなか厄介だな。おい、まだ生きてるぞ。死んだことにすんなって。新手が来たぞ。こちらもうかうかしているとやられる。分かってる。ディオン、必ず助ける。それまで持ちこたえてくれ。マジか？俺が好きっていいのか？
っぷり聞かせてやるぜ。まだまだ未熟ですね。ますます盛んですぞ。強くなってみせる。少しは賢明になれたでしょうか。
ハミル君、あとをお願いします。なかなかやるな。